失敗になる、はい、言うな、うん、チーズアリちゃんはなんで入っとんねんお前なんでお前真ん中やねんなんでお前真ん中やねんよく真ん中行けたのお前りょうくんもなんでそんな銀って赤いねん、うん、確かになんでお前そメンバーカラー欲しいなら言ってジェルボール 4D おい報告トーマ今ちゃうすすぎ1回だと匂いの元まで落ちきらない4回はすすがないとジェルボールはすすぎ1回で4回分さやかんおいやばい、おいがやばい、おいすさねが。ケンゲンさん。やばい。俺の髪やばくね。マジマジ。何でこうなっとるのか。俺の髪の毛やばくね。じゃあ着いたぜ。空港。行くぞ。普通にマスク忘れたの気まずい普通にマスク忘れたの気まずいでもワクチンに帰ってほしいな俺がなんて言ってくるやつがあったらマジで言ってやりましょうじゃあお前ワクチン打てマスク買おううわあれ寒いけどねインドネシアインドネシアは寒いインドネシア今から俺らはインドネシアに行くんですよスカイマックで TikTok 踊ってくれてありがとう行こう行こうコメントするよここまで来てくれるなんてわきが嬉しいな全然見送りなんでねここまで見送ってくれるとは思わんかったなですよ、ね、ここまで見送ってくれるないっすよ、ここまで気をくるやつほんとだ、いつの間に逆にこの寒いのももう最後か寂しいっすね、なんか1年間はもう俺もうずっと半袖ですからね、うん、もう寝て、起きたらワイプ上がいいって、やっぱり違いないこの子はちっちゃくなしてる1年間はもう俺、どうしたんすかうん1年間はもう俺、なんすか来たさあ、来たぜ今日までいるってことですね本当は今日までおる、ね、今日までおるで、チャンネル登録者数1000万そのまま連れてこられたやばいよね、なんか飯食いこうおすすめの飯マジでここら辺で美味しいインドネシア料理じゃあ行かないじゃあここら辺で美味しい飯連れてってスカルタ付近で美味しいご飯屋さん探してお願いします、うん、ちょっとインドネシアの街並みにしようかなせっかくやっぱ日本のみんなに届けないよメンバー来ると思う来ないかな着いたぜー一発で飯食うかインドネシア料理ああ、大学インドネシア料理行こうこれは当たりの店ばありゃつけてくれ大丈夫マリキタ、マリキタバカン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 隣の人起き出したバカーン。イヤバ。イリヤバ。イリヤバ。うまっ。エナ。エナ。イリヤバ。インドネシアに食えると思ってなかったよこれ。いただきます。うろ。あと200人僕ナシゴレン初めて見たっすこれはやばいっすねこれは有名なるわよーし、来たえ、帽子何回来たと北海道から間違いない3日前ぐらいそうですすごい白子好きやもんねそう、好きなんよ白子なんでここ分かったかストーリーでだって店の名前とかそんなに出てなかったっすよねあの、後ろに何も店名入ってたからすごいな確かにすごいなあのファンわざわざインドネシアまで来てくれたらすごいっすねまさかインドネシアまで来ると思わなかったんでまさかねすごいな
ドネシア行こうじゃないかな。あ、まあ、頑張れ。120キロ出してよかった。誰が DJ しなくやん。この大犯罪者でインドネシアの女の子と遊びたいならここ。え、マジ、あと180人ぐらい。DJ 所長めっちゃかっこよかった。まるで昔が武士だったかほな遊ぶか、遊びますか。チャンティチェベ、おーバグ。ここはサワンを打ったと同じ場所です。こんなに広いピップ使い切ると思うな。おかしいでしょって。人数と合ってないよね。リビアのマンが1人1テーブルある。まあもうそこのテーブルね。それ編集しててお前にリビアラ席って言ってた。待機中。俺ら待機部屋に通されたよ。ピップと思ってもう今やらっとったけど、この後俺ら旗が泣かされる。インドネシアのキャバクラマジ楽しかったな。次はおっぱいだ。おっぱい。インドネシア楽しいな。いいな、インドネシア楽しそう。俺も行きたかった、このインドネシア。ここがインドネシアで一番いい。参拝順パラギ。次はどこ。おっぱぶです。おネクスト。あの映したら300万円。YouTube で流したら300万円。会長の名前なんですか。三谷会長です。三谷会長。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうな300万。また。大表山市。俺も寝てよ。ちょこいつら。おい、インドネシア楽しそう。クソ野郎や。本当に。おい、あれ、鈴木のおい、わけ、お前だけはそんなことすんな。ゆかです。いやー、僕1個だけ。ゆかもここに出るとは思ってなかったやろうな。芸能人ってやったことあります。芸能人ってやったことあります。ゆか、ゆか、かわいそう。それ悔しくないんか。ゆか、ゆか、結婚できんのちゃう。もうゆか、これゆか、おいゆか、もうこれ結婚できんのちゃう。これここに顔を出されたおっぱぶ、結婚できんのちゃう。ゆか、できんよ。ゆかもこれ一生残るぞ。ゆか社長に変。え、社長、え、え、社長わかりますか。今から行こう。じゃあ1時集合で。 1時、そうっすね、1時ぐらいになんかみんな迎えに行きますわ。インドネシアといえばブルーホテル。どう見てもラブホのホテルの電話やな。ラブホなんですけども、電話でわかるわ。ありがとうございます。あれ、せっかくなんで頼もうかなと。嬉しくなった。え、俺らラブホに置いてあるの、インドネシアの。あ、販売機にあるんですか。あー、じゃあ販売機から買います。販売機にある、販売機で買おう。このエログッズと一緒に闇にが置かれとんだよ、この販売機。あるな、エログッズと一緒に。おい、そんなもん映すな。下は映すな、バカ。ブルーベリー味だけにしろ、バカ。こいつほんとバカやな。みんな、エアミニスエ。髪汚な、髪汚な、髪汚ね。排水口や、スラマパギ。排水口のやつ、スラマパギ。お風呂の、あのパカって開けたところにあるやつや。前髪とか特に。そりゃ痒いやろ。そりゃ痒いやろな。パカパー。来た。来たかー。スノボー。ブルーホテル実家とか。実家ちゃうやん。
イエーイ、さやまう、さやまうスノボー。何食いたい？ラーメン食いたくね？うまいラーメン食いたくない？北海道の。あとなんか小耳挟んだんやけど、佐久間捕まったんやろ。なんか今札幌におるのもバレたらダメなんやろ。そんなこと言うな。言うな。じゃあ動画に映っていいと。あ、映した。何でしょ、こいつは給付金詐欺かなんかしちゃった。こいつ最低だな。最低。犯罪者。もう多分今刑務所やこいつ。何した給付金詐欺。それは言えない。こいつは今刑務所にいます。はい、ありがとう、佐久間。言ってみ、聞いたよ。100万円もらいました。100万円もらいました。給付金詐欺やな、全部バラしたろ。伸びるんやったら、あの、名前のとこだけピーにしとくよ。めちゃくちゃピー入れてほしい。どうしようかな。だって、稲井くん、稲井大輝も、マジ。初代犯罪者。初代犯罪者。こんなに堂々と犯罪者映してくれるチャンネルは他にないって。俺らすべ、あの、若者に夢をってやって、あいつ犯罪者に夢をって。僕も犯罪者に夢与えますって言って。与えんな。ちなみにあれよ、佐久間くん、俺の福岡の後輩も給付金詐欺で捕まっておけ。え、今、あ、最近出てきた。しかも500万俺から借りたまんま。うん、おい、文平見とうか。ぶっちゃん、それは返した方がいいかもね。こいつしかも結婚して、嫁から連絡来て泣きながら。捕まったーって。ぶっちゃん、よくないよ。しかも、なんか弁護士費用がいるって言って、最後ね、もうちまちま貸し寄ったっちゃう。50万とか100万とか。ね、で、なんかお金貸してくれ、お金貸してくれって言って、最後の最後に、いや、もう本当に今警察に追われとって、でも弁護士費用払えば、弁護士立てれば捕まらんって。なんか、実際やってないだっちゃう。はいはい、文平自体はけど関わったみたいな感じで追われとって、デジャブなんか感じるな。うん、デジャブ。やめるか。はいはい、以上です。